交換我は、中華民国の軍人、政治家、王朝明政権の要人の一人である。旧名は、いよいよ、保定陸軍軍官学校を卒業後、新聞、民権法の記者となった。その後、軍人に戻り、公衆工房司令部参謀長兼大事司令、関東全省厚生局監督、紀州特軍公所参謀長などを歴任した。さらに王天土川を率いる。 国民革命軍第10軍の副軍長として、北伐に参加している。北伐の最中では、助手警備指令などを務めた。1938年3月、交換割れは、中華民国維新政府に参加した。水税部次長、南京市政、ただ弁を歴任した。なお、南京特別市市長の地位には、維新政府解散後も引き続き止まっている。 1940年3月、王朝明が南京国民政府を樹立すると、交換割れは中央政治委員会委員に任命される。6月にはチャンス省政府主席となった。翌年12月、暗記省政府主席に移動する。1943年3月、清里委員会中暗記弁事所主任となる。同年冬には物資調査委員会と新国民。 運動促進委員会の暗記承主任も兼ねている。同年末に厚生省省庁に移動し、軍事委員会委員長中級校水税校所主任も、兼任した。その後も、軍事委員会委員、国民政府委員を務めている。日本敗北後、交換割れの動向について、詳細は伺えない。しかし、中華人民共和国建国後も大陸に止まり、1957年、 三島省で死去した、去年66、ありがとうございます。